はい、皆さんこんにちは。ナミエチャンネル第24回始まりました。ナミエタブレットの開発を担当している山田です。はい、ナミエ新聞編集長のしずです。よろしくお願いします。はい、では今日の特集をお願いします。はい、はい、今週は広報ピックアップのコーナーで、本庁舎の方に取材に行ってきました。6月1日広報に掲載されました上下水道改正のお知らせについて伺ってきましたので、ぜひご覧ください。はい、どうぞ。はい、はい、現場の平賀です。皆さんこんにちは。浪江町役場の平賀と申します。どうぞよろしくお願いします。本日は、私浪江町内の上下水道の復旧状況等についてお話をお伺いしていきたいと思います。本日は上下水道の担当課であるふるさと再生課戸波補佐にお越しいただきまして、清橋にある浪江浄化センターからお送りしていきたいと思います。戸波さん、本日はよろしくお願いいたします。ふるさと再生課の戸波と申します。本日はよろしくお願いいたします。早速ですが、上下水道の施設、設備の復旧状況について、お教えいただけますでしょうか。はい、浪江町に、ある上水道の延長は約162キロございます。東日本大震災による、被災延長が約134キロありまして、現在災害の復旧率は 83% まで復旧しております。下水道につきましては、公共下水道というものと、農業集落排水という2種類がございます。公共下水道は約70キロありまして、被災延長が7キロ、現在復旧率が 15% です。農業集落排水は高瀬地区というところにありまして、延長が7キロ、そして被災延長が2キロ、災害復旧率が 95% となっております。また下水道の、汚水処理施設の浪江浄化センターも、震災で被災を受けましたが、平成28年3月までに、復旧工事が完了し、現在は処理場の運転を再開しております。ありがとうございます。次に今後の復旧状況についてもお願いいたします。はい、では今後の復旧状況についてお話をさせていただきます。上水道につきましては復旧工事の完了したところから供給をしておりまして、現在は権現堂、川添、牛渡、日渡、高瀬以外は供給済みとなっております。高瀬地区は7月より、また権現堂、川添、牛渡、日渡地区は8月より回線が可能となります。今後広報等でご案内いたしますので、回線をご希望される方はお申し込みいただくようにお願いをいたします。また下水道については高瀬地区の農業集落排水施設の復旧が6月中に完了いたします。また公共下水道は国道6号線より東側について復旧済みです。また権現堂、川添、日渡地区については現在工事を進めておりまして、権現堂地区が29年3月、川添、日渡地区は30年の3月に完了予定となっております。はい、ありがとうございます。町民の皆様の中には上水道安全なのかというような声があるとは思うのですが、現在の上水道の検査体制についてもお願いいたします。はい、上水道の水源は、水源の水は、月に1回、またあと蛇口から出る水は週3回放射能検査を実施しております。検査結果はいずれも1キロあたり検出限界の1ベクレル以下となっております。はい、ありがとうございます。なかなか私も勉強不足なところがありまして、非常に勉強になりました。本日はありがとうございました。最後に何かありましたら、一言お願いいたします。はい、町は、上下水道の完全復旧へ向けて復旧工事を進めさせていただいております。震災以前のように、安全で美味しい水を供給できるように今後も事業を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。浪江の水、美味しいです。ではスタジオにお返しします。続いてですが、はい、浪江ニュースのコーナーです。
今日は、産業振興課の平井さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今年の相馬の萌え祭りは7月23日からの3日間開催されます。24日の本祭り観覧に必要な入場券の前売り券を現在販売しております。前売り券をご希望の方は浪江町役場本庁の産業振興課または二本松事務所の総務課の窓口までお越しください。お金と引き換えにチケットの方をお渡しいたします。よろしくお願いします。はい、もう一つお知らせがありますね。はい、はい、6月18日に東京の方で講習会を行ってきました。はい、その模様をお伝えしたいと思います。はい、まあ、女性ばかり、ね、そうですね、6人の参加だったんですけれども、はい、あのマンツーマンで教えることできましたね。そうですね、はい、具体的にはつながっぺで、あのちょうど浪江高校の文化祭があったので、あ、そうです ね、はい、テレビ電話で中継していただいてとても盛り上がりましたよね。うん、ああいう企画をねまたやっていきたいなというふうに思っています、うん、はい、面白かったですよね。面白いですね、やっぱり、うん、あの参加された、ね、方々も非常に楽しんでいただけたようでよかったです。はい、でですね、あの講習会の、に参加していかがでしたかということでインタビューをいただいてますので、ぜひご覧ください。はい、いや難しいかなと思ったの、タブレットって皆さんが的確に早く教えてくださったから楽しかったですね。助かりました。もっと難しいかと思ったのね。結構できそうですか？あ、できそうですね。すごく丁寧に教えてもらったし、うん、楽しかったよね。楽しくやりました今日は。本当はね、友達の LINE のあれを入れてね、それのやり方を教えてもらって、お友達のあれを入れて、入れ方とか、なるかもね、そういうのも今習ったでしょ。だからLINEをやりたいね。ありがとうございます。あとテレビ電話とかもあるんですよ、やり方。そうです、そうです。そんなの勉強したいです。私は娘たちと大好きなテレビ電話です。では、はい、写真投稿コーナーですね。はい、じゃあまず宍戸さんからお願いします。はい、私はですね、6月の19日、父の日だったんですよね。歌えさんですね、が今日は父の日、娘たちから日頃の感謝を込めてプレゼントいただきましたという投稿をしてくださいました。いいですね。はい、何ですかね、それは何ですかね。奥様からは手ぬぐいだったそうですが、なんか喜んでる絵文字が入っててきっと嬉しかったでしょう ね、 はい、ね、日頃の感謝を込めて、はい、はい、という投稿をいただきました。はい、宍戸さんは父の日は、あ、全く何もしませんでした、はい、お父さんに感謝しなくちゃいけないですね。はい、はいはい、山田さんはいかがですか？あ、写真投稿の方ですよね。はい、はい、6月20日の、はい、喜びさんっていうんですかね、はい、川沿い地区です。除染が進んでいつでも帰れるようですね、リクエスチョンマークでありますけども、うん、写真を上げていただいてます。はい、川沿いのね、住宅街のど真ん中の路地とかがね、非常に綺麗に整備されているというか、除染がね、だいぶ進んでいる様子が伺える写真かなって思いますね。うん、そうですね、うん、浪江の中の特にこういう住宅街の写真ってなかなか上げる、そうですね、見る機会というかね、がないので、はい、ぜひ今後もね、浪江の立ち入りされた方はこういう写真あげてもらえると、うん、なんかだんだん綺麗になってる街が見ていただけるかなと思いますね。はい、はい、ぜひあげてください。今後もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、というわけで今週はこれで終わりです。はい、では、はい、では最後から